こんにちは、ほたらみきつです。今回はこちらのダイソーのフラッフィーオフホワイトを使ってバラクラバを編んでいこうと思います。かぎ針は7号を使って編んでいきます。バラクラバってなんだろうかなと思ったんですけど、フード付きのスヌードカウルみたいな感じなものだそうです。それをちょっとかぎ針で編んでみようかなと思います。まずは首の周り、スヌードになる部分を編んでいこうと思います。結び目をして鎖編みで作り目をしていきます。首の周りを編んでいくんですが、お好きな長さになるように作り目をしていきます。鎖を23目編んできました。長さは約13センチです。今回は作り目を奇数目で調整していこうと思います。まず最初の段を長編みで編んでいきます。立ち上がりは鎖2目で編んでいこうと思います。立ち上がりの目にマーカーをつけておきます。マーカーをつけた目を合わせて1、2、3、4つ目の目です。ここの裏山をすくって長編みしていきます。糸をかけて作り目の裏山です。ポコッと出ているところを1本すくって糸を引き出して2つずつ引き抜いて長編みしていきます。端まで編んでいきます。端まで編んできました。一番最後の目は中長編みで編み終わります。糸をかけて最後の目をすくって糸を引き出して針にかかっている3つの糸を一度に引き抜いて中長編みです。次の段を編んでいきます。立ち上がり鎖2目です。マーカーをつけておきます。編み地を返します。次は長編みの表引き上げ編みと裏引き上げ編みを交互に編んでいきます。この鎖2つの立ち上がりの目は長編み1つとしてカウントしていきます。糸をかけてまずは表引き上げ編みです。隣の目の長編みの柱を横から針を入れて糸をかけて引き出します。あとは2つずつ引き抜いて長編みの表引き上げ編みです。次は裏引き上げ編みで編んでいきます。糸をかけて隣の目の長編みの柱、次は後ろから針を入れて柱を1本すくいます。糸をかけて引き出して2つずつ引き抜いて長編みです。これを繰り返して編んでいきます。表引き上げ編みなので手前から柱を1本すくって糸をかけて引き出します。2つずつ引き抜いて長編みです。次は裏引き上げ編みです。糸をかけて編み地の後ろから長編みの柱を1本すくいます。糸をかけてこのまま引き出して2つずつ引き抜いて編んでいきます。端まで編んでいきます。マーカーがついている1個手前まで編んできました。表引き上げ編みで編み終わっています。最後の目は中長編みで編み終わります。マーカーをつけておいたこの目をすくって中長編みして編み終わります。次の段も同じように編んでいきます。
鎖2つで立ち上がってマーカーをつけたら編み地を返します。2段目は表引き上げ編みから編んできました。今編み地をくるっとひっくり返すと最後に編み終えたこの表引き上げ編みが編み地を返したことで裏引き上げ編みになっています。なのでこの段は裏引き上げ編みから編んでいきます。同じように柱を後ろからすくって糸を引き出して裏引き上げ編みです。次は表引き上げ編みになっています。糸をかけて手前から柱を1本すくって糸を引き出して表引き上げ編みで編んでいきます。前段と同じ模様になるように編んでいきます。次は表引き上げ編みです。端まで編んでいきます。端まで編んできました。今マーカーがついている1個手前まで編んできたところで裏引き上げ編みで編み終わっています。ここも前段と同じようにマーカーをつけておいた目に針を入れて中長編みで編み終わります。次の段からヘリンボーンの表編みで編んでいこうと思います。ぐるっとカウルの部分、スヌードの部分を編んでいくんですが、ここは端っこの模様になってきます。ここにボタンを2箇所か3箇所かつけていこうと思うので、このボタンの大きさに合わせてこの模様編みを編んできました。次の段から首の周りになるところを編んでいきます。鎖1で立ち上がって編み地を返します。目元に細編みです。根元に針を入れて糸を引き出します。この時に少し糸を長めに引き出すと次の目が編みやすいです。一度に引き抜いて細編みします。最初の目にはマーカーをつけておきます。今編んできたこの細編みの足の部分です。グッと引き出した足を1本すくって隣の目です。頭をすくって糸を引き出します。ここもグッと少し長めに引き出します。針にかかっている3つの糸を一度に引き抜いて細編みします。これがヘリンボーンの表編みになってきます。今編んだ一番左の糸です。ここに針をかけて隣の目をすくって糸を引き出します。グッと引き出したら一度に引き抜く。これを繰り返して端まで編んでいきます。左の足をすくって隣の目に針を入れてグッと糸を引き上げたら一度に引き抜く。編んでいきます。マーカーの1個手前まで編んできました。最後の目も同じように編んできた左足を編んできた足の左1本すくってマーカーをつけておいた目に針を入れて糸をグッと引き上げて一度に引き抜いて編み終わります。こんな感じの編み目になってます。この編み方を繰り返して編んでいきます。鎖1で立ち上がって編み地を返します。最初は根元に細編みです。この上から見た時にここに V の字で鎖の目が入っています。この頭になるんですが、頭の
向こう側1本だけです。ここをすくって編んでいこうと思います。上から見た時のこの V の字の2本ある頭の向こう側1本だけをすくって糸をぐーっと引き出して細編みします。マーカーをつけておきます。あとは前段と同じように左側の足1本すくって、ここが頭の目になります。ここの向こう側1本だけです。これをすくってぐーっと引き出して一度に引き抜く、端まで編んでいきます。横から見ると1、2とここも同じように V の字で入ってるんですけど、横からではなく上から見る感じです。1、2、3と糸があるので、この向こう側1本だけをすくって編んでいきます。端まで編んできました。こんな感じでちょっとぷっくりとした編み地になっていると思います。これを繰り返して好きな長さになるまで編んでいきます。根元の向こう側1本だけをすくってぐっと引き出して細編みします。マーカーをつけて左の1本をすくって向こう側1本でぐっと引き出して一度に引き抜きます。では好きな長さになるまで編み続けていきます。ヘリンボーンの表編みで74段目まで編んできました。これで今ここの横の長さが今だいたい55センチぐらいあります。これがこんな感じで首に巻いて使う部分になってきます。ここの段数はこの上のフードになる部分を3の倍数の模様編みで編んでいこうと思います。なのでこのヘリンボーンの表編みをした部分は3の倍数プラス1段の数に調整してみてください。ヘリンボーンの表編みを往復編みで交互に編んでいくとこんな感じのポコポコした編み地になってきます。2段で1模様みたいな感じなので3の倍数プラス1段の数が偶数段になるように段数を決めて編んであります。次はこの部分を端で編んできた時と同じように引き上げ編み段で編んでいきます。鎖編み2つで立ち上がってマーカーをつけておきます。編み地を返します。長編みで編んでいくときは前段の目の頭をすくって編んでいきます。ヘリンボーンの表編みをするときはこの頭の向こう側1本で編んできたんですが、長編み段は頭をすくって編んでいきます。立ち上がりの鎖2つも長編み1つとカウントして隣の目に長編みを編んでいきます。長編みで端まで編んできました。最後は中長編みで編み終わっています。次2段目、ここと同じ編み方で編んでいこうと思ったんですけど、ここを3段で編んでこの間を偶数段で編んでいます。なのでここが2段目は表引き上げ編み裏引き上げ編みといった感じで編んできたんですが、このまま鎖2つで立ち上がってマーカーをつけて編み地を返して、ここを表引き上げ編みで編んでいこうとするとこっちと編み地が逆になってしまうので、この端の目は最初裏引き上げ編みで始まっているのでここも揃えて編んでいこうと思います。なので鎖2つで立ち上がったら裏引き上げ編みから
編み始めていきます。裏引き上げ編み、表引き上げ編み、裏引き上げ編み、表引き上げ編みで編んでいきます。あとはこの模様に合うように3段目を編んでいきます。2段目を端まで編んできました。次の段でボタンホールを作りながら編んでいこうと思います。端から8目目のところ、こっちも端から8目目のところに印をつけてあります。ここの位置でボタンホールを作っていきます。模様編みの3段目、鎖2つで立ち上がって編み地を返します。ここは最後の段なのでマーカーつけずに編んでいこうと思います。次の目が表引き上げ編みになっているので、表引き上げ編みで編み始めていきます。次は裏引き上げ編みです。マーカーがついている手前まで編んでいきます。マーカーの手前まで編んできました。次の目は表引き上げ編みで編んでいきます。マーカーを外して表引き上げ編みで編み終わったら、ここからボタンホールを鎖編みしていきます。今回はセリアで購入したウッドボタンを使っていきます。直径が 25mm なので、この大きさに合うように鎖を編んでいきます。鎖8目を編んできました。長さは約5cm です。鎖を8目編んで、この根元です、ここに針を入れて引き抜きます。これがボタンホールになります。ボタンを通して、きつすぎず緩すぎずいい感じで通ればちょうどいいサイズかなと思います。緩かったりきつかったりしたら鎖の目を調整してみてください。次は裏引き上げ編みなので、隣の目に裏引き上げ編みで編んでいきます。こんな感じでもう一箇所も同じようにボタンホールを編んで、この段を編み終わっていきます。端まで編んで糸をカットしてあります。こんな感じでボタンホールを作ってきました。ここにボタンをつけて留めていく感じで作っていこうと思います。で、往復編みで編んできたので、どっちが表になっても大丈夫だと思うんですが、この端の部分を引き上げ編みで編んであります。立ち上がり目の隣の目が表引き上げ編みの方を表にするといいかなと思います。次はフードになる部分を編んでいきます。ボタンホールがある方を左側に来るように向きを揃えます。この時に上になった方にフードを編みつけていきます。このボタンホールが反対側の方がつけやすいという方は向きを変えてフードを編んでいっていただければと思います。私の場合、左側にボタンホールを合わせて編んでいこうと思います。ボタンホールを左上にした状態で、これをこのまま広げると裏を見ていることになります。この状態で右上から裏を見て編んでいこうと思います。このサイドの目を拾って細編みをまずは1段編んでいきます。引き上げ編み段が2段と長編み段が1段入っています。その隣の目です。ヘリンボーンの表編みをした目、ここのサイドの部分にマーカーをつけておきます。反対の端も同じように、ヘリンボーンの表編みをした最後の目、このサイドの部分にマーカーをつけておきます。マーカーからマーカーまでを細編みしていきます。
糸を持ってこの目に針を入れて糸を引き出します。鎖1で立ち上がって根元です。同じ目に細編みして編んでいきます。最初の目にはマーカーをつけておきます。次は1段左にずれたところです。針が入りやすいところで大丈夫です。1段左にずれた目に細編み、次は1段左にずれて細編み、ヘリンボーンの表編みのサイドの目を1段に対して1目ずつすくって編んでいきます。入るところに針を入れて細編みです。ではこんな感じで端まで編んでいきます。端まで編んできました。最後はマーカーをつけておいたヘリンボーンの表編みの一番端の目です。サイドの目をすくって細編みして編み終わります。今編んできたこのマーカーからマーカー細編みを編んできたところでフードの部分を編んでいきます。次の段から模様編みしていきます。鎖1で立ち上がって編み地を返します。まずは根元に細編みします。まずは根元に細編みです。細編みの頭にマーカーをつけておきます。今編んだこの細編みの目に同じ目に長編みを2つ編んでいきます。同じ目にもう1つです。細編み1つ長編み2つを編んだら 1,2 個飛ばした隣の目に同じように細編み1つと長編みを2つ編んでいきます。 1,2 個飛ばした次の目に細編みです。繰り返して編んでいきます。細編みを編んだ同じ目に長編みを2つ編んで端まで編んでいきます。最後端の目を編んでいきます。細編みを編んだら同じ目に長編みを2つ編んで 1,2 飛ばした最後の目です。マーカーをつけておいた目に細編みで編み終わります。これが1段目の編み方です。この編み方を繰り返して往復編みで編んでいきます。鎖1で立ち上がって編み地を返します。まずは根元に細編みです。マーカーをつけておきます。細編みを編んだ同じ目に長編みを2つです。次は前段で細編みを編んだ目です。長編み長編みと入った次の目、前段で細編みを編んだ細編みの目に前段で細編みを編んだ目に細編みを編んでいきます。あとは同じように細編みを編んだ目に長編みを2つ、前段で編んだ細編みの目に細編みです。端まで編んでいきます。
最後まで編んでいきました。ここも細編みを編んだ同じ目に長編みを1、2と編んだら、マーカーをつけておいた目に細編みを編んで編み終わります。今編んできた模様編み1段目と2段目を同じ編み方なんですが、これを往復編みで繰り返して続けて編んでいきます。ではしばらく編んでいきます。模様編みで40段編んできました。ここがフードの部分になるんですが、横が約48センチのこの模様編みで編んだ部分が30センチになってます。だいたい頭が入るぐらいのサイズまで編めたら、この模様編みの部分を偶数段で編み終わって、糸を長めに残してカットしていきます。で、この長めに残した糸で半分に折って、このフードの頭の部分、てっぺんをかがっていくので、そのかがる分だけの糸を残してカットしておきます。だいたい1メートルぐらいあるといいかなと思います。編んできた編み地を中表に縦半分に折っていきます。ここがスヌードになる部分です。これを縦半分に折って中表にして、この上の部分をかがっていきます。とじ針を使ってかがっていこうと思います。編み終わりの部分に糸端があります。反対側のマーカーをつけておいた角の部分です。ここに通していきます。あとはこの上の部分を、編んできた編み地の上の部分を、上の目、頭をすくって一目に一つずつかがっていきます。頭の目をすくって一目に一つずつ針を通して端までかがっていきます。ずっとかがってきて端までかがれたら、端の部分で糸を結んでおきます。ぐるっと糸を通して、この輪っかの中に針を通してキュッと結んでおく感じです。あとはこの編み地の中に糸端を隠しておきます。糸が隠れたら余分な糸はカットします。あとはこれをひっくり返すと、今かがってきた部分が後ろになってきます。こんな感じで全然縫い目が目立たない感じになっているかなと思います。最後にこの部分にボタンをつけていきます。このボタンホールを編んできた部分に合うように合わせてボタンをつけていきます。同じようにとじ針を使ってボタンをつけていきます。つけたい位置にまずは針を通します。少し糸端を残した状態で同じところにもう一度針を入れて、輪を作ってくぐらせてキュッと結んでおきます。あとはボタンをつけていくだけです。こんな感じで何回か糸を通してボタンをつけていきます。完成です。かぎ針編みのバラクラバです。このフードの部分の模様編みがとっても可愛い感じに仕上がってます。とっても暖かいバラクラバになってます。
サイズを変えやすいので、お子様用にもアレンジできるんじゃないかなと思います。この首周りの段数をちょっと少なめにして、あとは頭のサイズに合わせてフードの部分を編んでいくだけになるので、サイズの変更がしやすいかなと思います。フード付きのスヌード、よかったら編んでみてください。何かのご参考になれば嬉しいです。最後までご覧くださりありがとうございます。